こんばんは、ミネラルウォーター大全伊藤です。今日はヤンバルの森の恵み、奥間の水、こちらを紹介したいと思います。じゃあ早速ラベルを一周してみましょう。シンプルな白の、デザインがですね、印象に残りやすいななんて私は思いました。ですね、京都の木桜の水になりますけども、伏水っていう製品があるんですね。それに似た印象を私は受けました。そして、販売者が JAL プライベートリゾート奥間、こちらがですね、ホテル、レストラン、ウェディング施設などがですね、こう総合的に集まったところで、観光者もそうですけども、まあ、地元の方々もですね、楽しめる、とてもいいところですね。結構有名で、いろんなプランとかにもですね、ついてきたりする、ようなところです。そこのオリジナルミネラルウォーターになっています。そしてですね、このキャップの上にも取っちゃって、まあ、飲むときに、グラスに注ぐときに取っちゃったんですけども、キャップの上にカバーがついていて、誰も触ってませんよっていうですね、証明になるっていうのがとてもいいことだと思います。ウェルカムウォーターとかでですね、部屋に置いてある水は誰も触ってませんよっていうことで、安心して飲むことができるのがいいですね。採水地がですね、沖縄本島北部の国頭村ですね。国の頭の村と書いて国頭村と読みます。おそらくですけども、知らないとなかなか読めないと思いますんで、このミネラルウォーターをやってるとですね、結構地理に強くなる、まあ、地理というかですね、地名に強くなりますね。こんな感じですか。高度が 31.5、 pH が 7.7 ですね。以前はですね、私なんかは沖縄っていうと、とても青い海、素敵な綺麗な水、海ですね、海っていうのを連想してしまったので、海洋深層水をまずイメージしてたんですけども、たくさんこういうですね、質の高い水があるんですよね。焼酎の仕込み水になってたりですね、製品にもたくさんあってまして、東京の方にもですね、かなり入ってきています。本当にもう沖縄っていうとですね、あまりこういうふうに水どころであるというイメージは、関東の人間なんていうのは想像もしないと思うんですけども、私自身はですね、結構好きな水があったりしてですね、まあ、久米島とかなんかも結構有名ですし、もちろんこのヤンバルも水は有名ですし、これからもですね、おそらくいろいろな製品として全国に出回ってですね、沖縄は水どころだよっていうことをアピールしてくれると思っています。この製品はですね、先ほども言いました通りですね、リゾート施設のですね、オリジナルミネラルウォーターになっていますので、ぜひそちらの方にですね、泊まったり、遊びに行ったりしてですね、手に入れてみてください。よろしくお願いします。